みんな、稲妻イレブンを見るときは部屋を明るくして近づきすぎないようにしてみよう。稲妻チャレンジャー、気をパンチ、トンチを聞かせてスライディング、ドロンコまみれが勇ましく光るぜ。ドンヨグチャレンジ精神、ドンクライめげずにファイティング、悔しい気持ちも終わり変えようぜ。汗かきねそかき夢育ち、あんな奴の一人や二人入ったとこでオラたちのディフェンスは崩せないっぺ。あのままでは引き下がれない。ゼウスには必ずリベンジする。キド、俺には分かってたぜ。お前があのまま諦めるような奴じゃないってことは。なんて執念だ。でもちょっと心強いね。キドさんがいれば必殺技がなくても千葉山の守りを崩せるかも。よし頑張るぞ。キド、お前はベンチだ。え、代わりにキドが入る。あ、俺っすか。シシド、シシド、準備だけはしといてくれよ。いつお前の力が必要になるかわからないんだ。あ、はい。トボールフロンティア全国大会2回戦第1試合は、鉄壁のディフェンスで未だ無失点を誇る千葉山中隊、あの戦国伊賀島を逆転で下したライモン中。果たして軌道を加えたライモンオフェンス陣、千葉山の鉄壁のディフェンスを打ち崩すことができるのか。ライモンボールで試合開始。攻めてけ攻めてけ。いきなり敵陣に切り込んだ。そりゃか。弱い。いただきにゴンス。おっと、これはちょっとタイミングがずれました。弱いぞハンダ、もっと強くだ。どんまいどんまい、しっかりつないでいけ。
やはりタイミングが合っていません。昨日の練習をまだ引きずってるみたいですね。クリマス！大きすぎるでやんす。よし、強すぎるぞ。どうもゴエンジさん。どうしたライモン、全くパスが通らないぞ。その隙をついて千葉山がカウンター。任せろモングラーフェイント。これは正面。ち、結構結構元気が一番。監督、勝負は後半。前半はじっくり遠藤たちの力を見極めてくれ。前半10分で十分だ。またもらいもんパスミスだ。マックス、あのこれは千葉山の必殺技、ランボールラン。俺のとこの打つより遅いぺ。キラースライド、危ない。クリマツ、強いでやんぞ。サイン、先生だ。これは大きな一点が入ったぞ。未だ無失点の千葉山、ぐっと勝利を手繰り寄せた。結構結構元気が一番。どんまいどんまい、勝負はまだまだこれからだ。これで全て揃った。クリマツ、お前はいつもより2歩後ろを守れ。え、それから松野、ゴーエンジにパスを出すときは3歩、染岡には2歩半、いつもより前に出せ。え、みんな気合い入れてけ、繋いでいくぞ。クリマス、下がりすぎだ、もっと上がれ。軌道が、松野さんにはいつもより前にパスを出せって。そういうことか。見せてもらうぜ、天才ゲームメーカーの作戦を。千葉山いきなり仕掛けてきた。抜かれる、よし。クリマス、どもへパスだ。3歩先。3歩先でやんすか。待て、トモン。行け。はい。ライモンのパスが繋がりだした。いいぞトモン、そのまま持ち込め。松尾、染岡にパスだ。2歩半先、どうした。ドラゴンクラッシュ。これはナイスセーブだ、キーパーの綾野。豚の鼻くそ、ズラだが、ライモンもこの試合初めてライモンらしい攻撃を見せた。すっげーぜ、キド。やっぱりお前は天才ゲームメーカーだぜ。今のがゲームメイクと言えるならな。どういうことだ。お前たちは自分の力に気づいていないんだ。総力にキック力、どれをとってもお前たちの実力は格段にアップした。だがそれには個人差があり、当然今までの感覚でやっていればズレが生じる。それでパスが通らなかったでやんすね。俺はそのズレを修正しただけだ。じゃあそのために軌道君を。だけって、だったらもっとすげえぜ、キド。ちょっと一緒にやっただけでそんなことできるなんて、やっぱお前は大大大大大天才。
パスが繋がったくらいで調子に乗ってるべ。だからとか一個は甘いっべ。あっ、せーの、カゴメ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 。これは千葉山の必殺ディフェンス技、カゴメカゴメ。マックス、パスだ。まだ無失点を誇る千葉山の必殺技、無限の壁。牛のフンズレ。ここでホイッスル。1-0、千葉山リードで前半終了だ。無限の壁。稲妻。イエーイ。元気出せよ。まだ負けたと決まったわけじゃないんだぞ。大丈夫、追いつけるって。後半は染岡のワントップで行こう。ね、ワントップで。確かに無限の壁は脅威だが、弱点はある。弱点？それは無限の壁が3人の連携技であること。染岡、攻撃すると見せかけてできるだけ5番のディフェンダーを4番から引き離すんだ。そうすれば簡単に無限の壁は使えない。その手があったか。ちょっと待てよ、高円寺を下げるって本当にそれでいいのかよ。そんなの俺たちのサッカーじゃない。高円寺と染岡のツートップ、それが俺たちのサッカーだろ。確かにそれはそうでやんすが。分かってないな。何？いいか、ここはフットボールフロンティア、全国の強豪が雌雄を決する全国大会。そしてそのピッチに今お前たちは立っている。もうお仲間サッカーなどしてる場合じゃない。お前たちは全国レベルなんだ。頼んだぞ。高円寺、やってみようぜ。ハンダ、わかったよ。さあ後半戦が始まった。得点差はわずか1点。ライボン、無限の壁を破ることができるのか。まずは1点。同点同点。軌道がカットした。染岡が上がったぞ。そうはいかないって。かかった。稲妻を押した。先輩は逆を突かれたぞ。稲妻を押し決まった。守った、守ったぞ千葉山。危なかったっぺ。あのディフェンスのやつ、いつの間に。早い。風丸、高円寺。どうすればあの壁を。遠慮。バット、バックバッター。あら、皆様一度。ゴールライン、ミスったぜ。止めたぞ千葉山。これが無限の壁の威力、鉄壁のディフェンスなのか。やっぱり無理だったんだ、いきなりワントップだなんて。このまま負けちゃうのかな。おい、みんなどうしたんだよ。何へこんでんだ。まさか諦めたなんて言うんじゃないだろうな。まだ試合は終わってないんだぞ。
ドモン、クリマス、カズマル。でも無限の壁が破れないんじゃ。やっぱり必要なんだよ、必殺技が。必殺技ならある。俺たちの必殺技は炎の風緑でも稲妻1号でもない。俺たちの本当の必殺技は最後まで諦めない気持ちなんだ。諦めない気持ち。帝国と戦った時からずっとそうだった。オカルト中の時も、ノセ中の時も、御影洗脳の時も、収容メイトの時も、戦国伊賀島の時だって諦めなかったからここまで来られたんだろう。俺は諦めない。諦めたらそこで終わりなんだ。そんなの俺たちのサッカーじゃない。俺たちのサッカーは絶対に最後まで諦めないことだろう。だったらやろうぜ、最後まで俺たちのサッカーを。俺たちのサッカー。エンド、キャプテン。キャプテン。エンド、キャプテン。エンド、エンド。あいつに背中を任せる気はないか。これだったのか、エンドと一緒に戦うということは。ライモンの本当の強さとは。よし、残り5分、全力で行くぞ。エンドも上がったぞ。ライモン、最後の全員攻撃だ。攻めるライモン、残り時間はあと2分。俺たちのサッカー、俺たちのサッカー。せーの、カゴメ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 。どこに行くんだ。エンド、やっぱり来てたか。ね、キド、ゴーエンジ。お前、よくあんなトレーニングやってるのか。ああ、キーパー力をつけるにはこれが一番なんだ。それに今日だって点入れられちゃったからさ、もっともっと力つけないとな。だがほどほどにしておけよ。試合前に怪我でもしたら元も子もない。大丈夫だって、いつもやってんだから。いつも。いつかじいちゃんみたいなキーパーになりたくってさ。お前の原点、遠藤守が生まれた場所ということか。でもびっくりしたよな、いきなり軌道がピッチに現れた時は。まさかお前が来るなんて思ってもいなかったからさ。
それは悪かったな、驚かせて。でも嬉しかったぜ、うん、俺ずっと思ってたんだ、こいつと一緒にプレーできたら楽しいだろうなって。初めてお前の球を受けた時から。世の中にはこんなすげえ球を蹴るやつがいるのかって。それにお前のゲームメイク力だが、サッカーはそれだけでは勝てない。え？バカだ、やっぱりやつは大バカだ。考えてみればあの時からかもしれないな、もっと別のサッカーがあるのかもしれないと思い出したのは。別のサッカー？ああ、それが何なのか今は俺にもわからない。だが今日お前たちとプレーしてて俺は思った、ここならそれが見つかるかもしれないと。豪炎寺に再びボールを蹴らせた。お前とならキド、これからもよろしく頼むぜ。ああ、こっちこそな。誰かしら。はい、キノです。え、嘘でしょ、一ノ瀬くん。好きになった気持ち誰にも隠せない、幻のトライペガサスをライモンで復活させるんだ。次回、稲妻イレブン、蘇った天才。これが超次元サッカーだ。稲妻イレブンはレベル5とご覧のスポンサーの提供でお送りしました。キャプテン、今日の格言。俺たちの本当の必殺技は最後まで諦めない気持ちなんだ。以上。